左手から行きましょう。この状態で作ります。せーの、はい。1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、2、3、4、5、2、3、4、ラスト、6、2、3、4、いけるじゃないですか。少し休みます。もう一種目やります。体幹っていうとこう、止まるのは結構主流だと思いますけど、今、止まってるだけじゃなくて、止まった状態で手足を動かそうぜという感じになってきています。はい。これは運動、まあ柔道とかそうですけど、基本は動いてますね、常に。スポーツもそうだし、生活もそうだし、面でもそうですし、常に動いてる中で手足を動かしてるので、固まってるってことはまず、固めた上で手足を動かす。そういうトレーニングです。じゃあ、肩大丈夫ですか？終わったら右肩ちょっとほぐしますから、はい、で今度は敬礼です。1、2、3、4、2、2って言います。この時に腰がこうなります。これをならないように6カウント入れます。で左手からいきます。せーの、1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、2、3、4、5、2、3、4、6、2、はい、OK、いいでしょう。いいですね。それと、じゃあ、後ろやりましょう。腹ばいになります。前の足です。膝を丸く開かないようにして、拳1個ぐらいで、つま先上げます。お尻とこの間に足に沿ってみたら、そうです。で、このままお尻を上げましょう。はい、このまま3、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、8、9、オーバー。次はこの角度を変えないようにして足踏みをします。お尻が落ちないように上げたまんまで10分、上げたまんま、上げたまんま、上げたまんまです。やることはいっぱいあるので結構大変です。お尻上げましょう。つま先しっかり上げてます。ここが下がらないようにして膝の角度は変わりません。はい、このまま足踏みです。2歩いきます。左から、はい、1、2、3、4、5、